こんにちは、あいです。今日は自分が幸せだと感じる人生を生きたらいいというお話です。幸せの定義っていうのは人それぞれで、10人人がいたら10通りの幸せの形があって、で人類がこれここの地球にたくさん住んでるってことは、たくさんの幸せの形があるということだと思います。でその中で他人が感じる幸せを自分が生きる必要がなくって、自分が幸せだと感じる人生を自分が生きるっていうだけでいいんじゃないかなと思います。例えば私はのんびりとした時間や空間とかがとても好きで、部屋の中で YouTube を見ながら楽しく時間が過ごせるっていうのも好きだし、波の音を聞きながら水の音を聞いてる時に感じる、なんかこう透き通った感じっていうか、こういろんなものが流されていく感じも好きだし、海外旅行に行ってる時の空港や飛行機に乗ってる時のワクワク感も好きだし、美味しい料理を食べてる時のなんかもう幸せっていう感覚も大好きです。なので自分が感じる幸せっていうのが人生の中にあったら、それはその人にとっての幸せになるっていうことなので、もう基準は全部自分でいいんじゃないかなと思います。世の中の常識とか他の人の価値観とかではなくて、自分が幸せだなと感じる時間や空間を増やしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。ということで今日は、自分が幸せだと感じる人生を生きたらいいというお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。